はい、ゲイです。今回は西川真奈来季のテーマ名言ということでね、今回西川真奈選手についてね話していきたいと思います。まあね、今秋季キャンプでね、まあ、黙々と練習頑張っているということなんですけれども、まあ、来シーズンのねテーマについて言及しましたので、そのことについて話していきたいと思います。はい、それではですね、西川真奈のテーマは長打力ということで、西川真奈選手について話していきたいと思います。まずは記事の方から読んでいきましょう。西武西川真奈選手が長打力を磨く。来季単打だけじゃなく長打はもっと打たないといけないと決意を語った。7年目の今季は104試合と自身最多出場、もう打率により2分のあり6本塁打31打点、成績には満足しておらず、実力で出た104試合じゃない、他球団なら1軍にすらいないかもしれないと危機感を抱きながらバットを振り込むということでですね、まあ、西川真奈選手がね、まあ、来シーズンのテーマに今長打力を磨いていくことをね、テーマに掲げたということになっております。それではそんな西川真奈選手について簡単に話していきたいと思うんですけれども、まあ、まず今シーズンの西川真奈選手の、ね、活躍を振り返っていきましょう。104試合に出場し打率2割2分7厘6本 OPS が 0.595 ということでした。まあ、かなりね、本当に外野陣がね、レギュラーなかなか決まらない中、これだけの試合数に出れたっていうことはね、非常に良かったんじゃないかなというふうには思います。ただですね、やはりね、まあ打率も2分7に OPS も 0.6 を下回ってしまっているというところを考えると、まあ、試合にね多く出れたところはすごく良かったと思うんですが、まあ、まだまだ正直言ってね、レギュラーとは言い難い成績になってくるんじゃないかなというふうには思いますね。ただその一方でね、7月以降の3ヶ月ではホームランね6本放つなど、まあ、後半戦はね非常にこう長打力をね見せつけていました。まあ、本人ももっともっとやっぱり長打力をねつけていきたいというところで、まあ、何かねやっぱり後半戦そういうふうに思えるような、まあ、きっかけをねつかめたんじゃないかなというふうには思います。まあ、チームのやっぱり打撃成績っていうところが軒並みね、まあ、リーグ最下位ということになっていて、まあ、チーム本塁打数もそうですし、チーム OPS もそうです。やはりまあ長打力不足っていうところがね、ライオンズは否めない部分があります。なのでね、西川真奈選手の、まあ、長打力っていうところが、まあ、さらに上がってくるとなればですね、まあ、当然ねチームの得点力向上っていうところも大きく期待がかかってきますよね。まあ、今シーズンもねチーム最多本塁打数が、まあ、7本塁打ということで、まあ、外崎選手と、まあ、中村拓也選手のね7本塁打が、チームでトップということでした。まあ、2桁本塁打をね打った選手がチーム内にいなかったっていうところはね、かなりやっぱりこの得点力大きく影響してきているんじゃないかなというふうに思いますから、まあ、来季はね、しっかりと2桁ぐらいの本塁打数を打ってほしいですよね。まあ、後半戦はね、本当にこう3ヶ月で6本ということですから、まあ、半年間ね、試合に出続けるって考えたら、まあ、10本以上はね、優に打てることができると思うんですよね。後半戦のペースで来シーズンもしっかりと1年間本塁打を積み重ねることができれば、2桁以上の本塁打も西川真奈選手は十分夢ではないと思いますし、それだけのポテンシャルっていうものはもうすでにあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、西川真奈選手はね、主にこうセンターを守る選手ということなんですけれども、まあ、12球団全体のね、センターの選手のバッティングところを見ていっても、辰巳選手の7本がセンターの中ではね、12球団最多の数字でして、まあ、実はですね、今シーズンはね、12球団のセンターの選手で2桁以上本塁打打ったセンターの選手っていうのはいないんですよね。で、西川真奈選手の6本っていうのも、まあ、これ2番目の数字ですから、まあ、そんなにね、悪くはなかったわけですよね。だからまあ本当にね、2桁本塁打打つことができれば、まあセンターの選手としてはね、まあもちろん率もね、2割5分ぐらい打ってほしいなっていう部分はあるんですけども、まあバッティングの部分ではね、十分合格点を上げることはできるんじゃないかなというふうには思いますので、やはり1個2桁本塁打っていうところが、まあ来シーズンに向けての1個の、まあ、目標というか壁にはなってくるんじゃないかなというふうには思います。で、西川真奈選手はね、まあもちろんバッティングもね、さらなる、まあ向上ってところ必要になってくるんですけど、やっぱ守備がね、非常にいいですよね。守備指標というところも、まあ12球団のセンターの選手の中では4番目ということになっております。まあこれはね、周東選手、松本剛選手、岡林選手に次ぐ4番目の数字ということで、まあ非常にこう、球界の中でもね、まあ守備能力に関してはセンターの中でトップクラスということになっております。まあ、守備では本当にね、今シーズン大きな成長を遂げて、まあ、そこで本当にね、チームに大きく貢献をしてくれた部分がありますから、あとやっぱりバッティングでね、どこまで成績を上乗せすることができるかってところがね、来シーズンの大きなテーマになってくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、本人はね、長打力磨いていくということですけど、やはりまあそこに向けてね、まず大きな課題になってくる部分が、まあ、落ちる球、速球への課題ですよね。まあ、速球対応ところに関しては後半戦ね、少し良くなった部分ありましたけれども、やはりこう落ちる球ところに関してはね、かなり課題を抱えてしまっております。まあ、チェンジアップ、フォークところに関してはね、なかなかやっぱ打つことができていなくて、まあ、皆さんもね、打席見てると分かると思いますが、やはり落ちる球に手を出して空振りをしてしまっていたりだとか、まあ、引っ掛けて、まあ、セカンドゴロだったりとか、まあ、ゴロアウトになってしまう
球ケースっていうところがね、非常に多かったと思うんですよね。だからやはりこの落ちる球、あとはね、まあ、速球に詰まってしまう部分もね、課題としてありますから、やはりここへの克服っていうところがさらなる打撃成績への、さらなる打撃成績を上げていくための、まあ、鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますから、やはりね、まあ、高校ね、しっかりと、まあ、この秋のキャンプもそうですし、自主トレ、春季キャンプってところも含めて、克服できるように頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ、ただね、本当にレギュラーに、まあ、最も近いと言っても過言ではないぐらい、それぐらい本当にね、今シーズンの成長著しかった選手だと思いますから、まあ、来シーズンはさらなるね、成長を期待していきましょう。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。